こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。フランスレンタカーの旅をお送りしています。今日はロワール渓谷からブールジュに向かいます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。励みになります。それではどうぞ。5月24日日曜日、お世話になったトゥールの宿を出て再度ロワール渓谷のお城を巡ります。ヨーロッパでは日曜日という曜日を覚えておかなくてはいけません。何せほとんどのお店が休むからです。昨日はお城を5箇所も巡り大変でした。今日は4箇所に絞ります。最初がロシュ城です。お城への道が分かりません。こんな道ではないなと思いながら方角は合っています。初めての町でおまけに旧市街で駐車場を探すのは大変です。なんとか路中できました。でもなんとお城の駐車場ガラガラです。壁にバラの花を伝わせているフランスならではの光景でしょうか。路州城が見えました。旧市街もいい雰囲気です。来てみないと分かりません。ここは一泊したい場所です。お城の入り口です。絶世の美女アニエス・ソレルが暮らした城です。城の裏手まで来ましたが入場しません。公園から見るお城が素晴らしいと言います。また旧市街を抜けて公園に向かいます。日曜日ということもあってマーケットが開かれていました。ロシュの町はアンドル川のほとりにあります。アンドル川を渡ったところに公園があります。ロシュ城、お城はこういうふうに遠くから眺めるのがいいかもしれません。街中に溶け込んでしまっているロシュ城です。次に来たのがシュノンソーです。シュール川にまたがる姿を見れればいいのですが、そうするには入城するしかありません。城はこの小立ちの向こうです。もう入るしかありません。見学順路が書かれています。この通り巡ればいいでしょう。優美な姿のシュノンソー城が見えてきました。なんといっても川にお城があります。お城に向かって左の公園がディアーヌの庭園です。その庭園から見るお城です。当初のイメージは川に多少はみ出している程度かなと思っていました。川の中にお城があります。橋の上に建物が建っているという感じでしょうか。観光船が橋桁の間を通り抜けてきました。まさしく優美なその姿は人気のお城です。さて入場します。お城から見るカトリーヌの庭園です。お城の中を紹介しているとキリがないのでざっとにします。2代目の女城主ディアーヌの部屋です。3代目の女城主カトリーヌが作ったギャラリーで、ちょうど橋の上になります。そのまま行くと対岸に出れます。対岸の部分は跳ね橋になっています。このサイドから見るお城が一番美しい。こちら側は木が邪魔します。もう12時半、思わず時間を取ってしまいました。ここで食事にします。スープをいただくのは久しぶりです。
場内の公園には昔ながらの農場が保存されています。次に来たのがシュベルニー城です。シャンボールに行く途中にあるのでちょっと立ち寄りました。フェンスが邪魔で中が見えません。下の隙間から撮りました。シャンボールに着きましたが、すごい車です。今日は日曜ですね。原っぱのような駐車場が有料です。ロワール渓谷、随一の大きさを誇ります。フランスルネサンスの傑作と言われています。この造形は凡人では考えられません。その大きさといい、奇抜さといい、感嘆してしまいます。この辺りで一泊とか余裕を持たせた方が良かったかな。バタバタと歩き回って写真を撮るだけです。入場しません。この造形はどこから来るものなのでしょう。この塔が林立する様は何なのでしょう。しつこいようですが、今日は日曜日、ガソリンがありません。ほとんどゼロです。この辺りで野宿を考えてしまいました。いやいや、セルフのスタンドがありました。冗談ではなく、今回の旅の一大危機でした。ほっとしてブールジュに到着しました。5時過ぎていますが、まだ明るいので助かります。ブールジュに来た目的は、このブールジュの大聖堂、世界遺産に登録されています。1枚の写真に収まりきれません。彫刻は13世紀当時のまま残っています。中に入ると柱の太さに驚かされます。浴槽がないため、大きな視界が広がることになりました。ちょうどパイプオルガンの演奏中で、荘厳な雰囲気に包まれていました。ステンドグラスも13世紀そのままです。後ろに回ってみます。奥行き124m、幅41m、天井の高さ37m、そんな壮大な建築物です。木骨組の家と大聖堂です。宿は駅前にしました。ちょっと安っぽい印象ですが、寝れれば十分です。ビジネス風ですが悪くはありません。駅前のスーパーで買い物をします。駅前から旧市街まで距離があるので、もう出かけません。ちょうど夕日が沈んでいきます。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はサンサバンからベーゼル渓谷に向かいます。ご視聴ありがとうございました。